まだいけますかね。いける。ラスト1通では、はい、こちら紹介しますよ、はい、ルリナさんからいただきました。ありがとうございます、うん、お二人に質問なのですが、うん、呪術廻戦のキャラクターの中で一番友達になりたいキャラクターは誰ですか、またそのキャラクターと一緒にどんなことをしたいですか、うん、ちなみに私は野原ちゃんと一緒にショッピングに行きたいです。友達、ちょっと難しいですね。私虎杖かな。え、そうなの。だめっちゃ良くない、優しいじゃん。あー、まあ確かに最終話もさ、うん、荷物持ってあげてたし、そうそう、なんかなんだかんだ文句言いつつ、うん、いるじゃん。あそうなんだ、うん、優しい方が友達に、まあそりゃそうか。厳しい人よりは、いやほら、例えば無口の人の方がさ、一緒にいて楽とかさ。あーそっか、そういうのじゃなく、でもさ、虎杖って別におしゃべりなわけじゃなくない。あ、意外とそうか。そうなのよ。あ確かにね、うん、バランスがいいのかな。あと、あの忍耐強そうなところとかもいい。え、それはメンタル的なことか。フィジカルもそうだし、フィジカルもそうだしね、虎杖はなんか強そうじゃん、芯。まあそうね、ずぶとそう、うんうん、確かに確かに。でもみんな気になる、友達になりたいかって言われると難しいけど、うん、みんなとちょっと知り合ってみたいよね。ちょっとね、ちょっと関わって、うん、そうそうそう、相性見てみたいね。見てみたいかも。いや俺ね、俺逆に、うん、自分が無口だから、うんうん、いっぱい喋る人の方が楽。無口かね、純也くんは。え、そうそう、俺、うん、実は、え、笑ってるぞスタッフが、うん、すごい笑い声聞こえる。そっか、パーソナリティだから喋ってるのか。いやいや、そんなちゃんと普段も喋ってるでしょ。喋ってるよ。嘘よ。いやでも、でもまあまあ普通ぐらいかな。じゃあそうそうだ、ね、普通ぐらいだから、うんうん、いっぱい喋ってくれる人の方が楽。じゃあ誰かなっていうことで、いや、五条とか楽よ。五条さんはそうだね、うん、なんかおどけてるし、うん、なんか何言っても許してくれそうじゃない。確かに。おい五条みたいな感じで言ってもすごいいいね。五条さんと対等ってちょっと想像しがたいね。そうそうそう、みわちゃんもよくない。みわちゃん、みわちゃんいいね、喋ってくれるさ。みわちゃん俺一緒にいたら好きになっちゃいそうだから。あ、私もそういう関係にはなりたくないな。なるほど、友達だもんね。恋人って聞かれてないもんね。恋人じゃないから。ちょっとじゃあ恋人って聞かれた時は、じゃあみわちゃんも検討して、検討しますわ。そうだね。なんちゅう質問。さあ以上ですか、はい、お便り、うん、はい。